7月17日のフィッシャー8、最も活動的な河口であった。奥が東北島で海岸にカポホの集落があったが、溶岩流に飲まれ壊滅した。2018年ハワイ島、プナ地区南部の火山活動は、米国ハワイ州ハワイ島の主にプナ地区において、2018年に起こったキラウエアの火山活動のこと。4ヶ月にわたって多量の溶岩を流出させ、 壊滅した集落もあった。死者はいない。溶岩流の水位。数字は噴火した順に与えられた加工の番号を。5月3日のプーを加工。この数日前まで溶岩で満たされていた。5月3日のフィッシャー1。レーラニエステーツでの最初の噴火地点。キラウエアは1983年1月3日以来35年も噴火を続けてきた。 山体の中心部にあるカルデラから東に伸びるイーストリフトゾーンと呼ばれる高まりのプーオーカコから穏やかに溶岩を流出させてきた。2008年からは山頂のカルデラにあるハレマウマウカ港内の一部に溶岩湖が出現していた。2018年はその落ち着いた状態からプーオーカコより24キロも東北東に離れたイーストリフトゾーンの低部域で 新しい割れ目噴火が起こった。噴火は2018年4月30日のプーオーカ港の陥没とプナ地区南部を震源とする地震に始まり、5月3日には同地区にある住宅地で溶岩の流出が始まった。新しい割れ目からの溶岩流出に伴って山頂カルデラの直下にあるマグマダまりが縮小し、晴れ間うまウ加口の拡大と陥没が進み溶岩湖も消えた。 この溶岩湖があったオーバールック河口では湖面が地下水以下に低下し大規模な水蒸気爆発による火災流及び火災サージの発生が心配されていたがそれが起こるほどの大爆発は起きなかった8月7日までに溶岩流は35平方キロメートルの地上を覆い洋上に3.5435平方キロメートルの新しい陸地を作った破壊された家の数は 700個に上ると発表されている。レーラニにエステーツでの溶岩の流出は同年9月上旬に停止した。ありがとうございます。